ロバート・レーモンド・ブームは MLB の元選手、ウトウ・ミギウアメリカ合衆国、カリフォルニア州サンディエゴ出身。スタンフォード大学を卒業し、1969年のドラフトでフィラデルフィア・フィリーズから6巡目に指名され、入団。1972年9月10日にメジャーデビューを果たす。打撃面では、本塁打は最多でも12、打点は66。 打率は最高でも、286とそれほどの数字を残したわけではなかったが、卓越した守備力と強権、リードでリーグを代表する保守となる。1976年に初のオールスター出場を果たし、以後通算4回出場。1977年には年間わずか3回しかパスボールをしなかった。 1978年にゴールドグラブ賞を受賞し、以後通算7回受賞。1981年に50日間に及ぶストライキによるシーズン中断、短縮もあったが76試合の出場で、211の低打率に終わり、35歳の年齢もあってカリフォルニア・エンゼルスに放出されるが、新天地で息を吹き返し、 この後1989年まで120から150試合の出場を続けた。特に39歳の1986年から4年連続でゴールドグラブ賞を受賞。1989年にカンザスシティロイヤルズに移籍し、1990年限りで現役を引退。保守としての通算2225試合出場は当時メジャー最多記録であったが、 後年カールトンフィスクに更新され、現在はさらに、イバン・ロドリゲスが更新している。現役引退後、1994年にシ、新シナティレッツで、コーチ、1995年から1997年、途中までロイヤルズで、2001年から2003年、途中までレッツで監督を務めた。しかし一度もシーズン勝ち越しをできず、いずれのチームでも最終年は、 シーズン途中で解任された。現在はワシントンナショナルズで GM 補佐県球団副社長を務める。父は1950年代にデトロイトタイガース等で主に三類手として活躍したレイブーン。息子はシアトルマリナーズ等で二類手として活躍したブレットブーンとシンシナティレッツ等で三類手として活躍したアーロンブーン。つまり、 ボブを含んで親子孫と3世代でメジャーでプレーした最初のファミリーとなった。4人全員がオールスターに出場した。他の3代メジャーリーガーは下記の2組である。ありがとうございます。